お、和風のとこに来ましたね。この村だね。おー、この鼻につく匂いはまごうことなき温泉地の匂いやな。腐った卵のような匂い。腐った卵のような匂いだよね。前に日の本の里にいても同じちょっと感じたな。誰も突っ込まないのか？そこに。腐った卵のような匂いって。フランシューって言うんだよ、それは。温泉宿はこの道をまっすぐ行ったところみたいだ。とりあえずそこに行ってみよう。さて、ようこそ、当村自慢の温泉宿へ。あんたが女将はんやな。魔導海賊の宝はどこにあるか聞きたいんやけど。まあ、ということは別世界から。遠いところよくお越しくださいました。ですがせっかくですし、まずは温泉に浸かってみては？お話はその後にでも。そうだよ、まずは温泉入ろうよ。私たちそれも楽しみにしてたんだし、ゆっくり浸かってからでも遅くないと思うよ。リュミエルどう思う？僕もエクリエルと同感だよ。まあ、しゃあないか。まずは一っ風呂浴びてからにするわ。わかりました。後ほどお話しいたしますので、ごゆっくり入ってきてください。温泉シーンですか？え？ 何これ？これより温泉地に移ります。R18 イベントではございません。1万円が表示されるので、若干後ろにはお気をつけて、後ろって何？ 後ろって何よ？え？ははははははは！なるほどね。1万円だ。はぁ、英雄やわー。温度もちょうどいいし、心から癒されるわー。へへ、ほんとだね。それにみんなに入るとよりあったかいよね、リミエル。そうだね。混浴なんて聞いてなかったよ。エクリエルも少しは気にしろよ。あれあれ？もしかしてリミエル、混浴で緊張してるのかな？そんなリミエルにはこうだ！ワップ！何すんだよ、リオン！ こらこら、温泉で暴れちゃあかんでー。こう、ゆっくり浸からな。ところで、リオンくん、背中の翼はどこ行ったの？あ、ほんとだ。え、変！場合によって伸縮自在です！便利な体やなぁ。クリームだいぶまったりしてるね。やっぱ元がおじさんだから？ ワップクリームまで！ おっさんは余計やで。やっぱりみんなに入ると楽しいな。この後、みんなでめちゃくちゃ温泉を楽しみました。後ろにはお気をつけくださいって何だったんだろう。怖いわ。はい。皆様、自慢の温泉はいかがでしたか？すごく気持ちよかったよ。おかげでさっぱりしました。混浴だったのはびっくりしたけどね。お気に召したより何よりです。さて、さっぱりしたところで、この島の宝のある場所教えてもらおうか。そうでしたね。かの魔導海賊の宝はここより東、脇泉洞という洞窟内にございます。そこはこの温泉の、源泉となっているところなので、少々探索するに熱いところかと思います。熱いんだ。うへえ、せっかく汗がなしかない、また汗ばむところなんだ。まあ、その時はまたここの温泉に入りに行こうよ。温泉はいつでも入れるようにしておきますので、またどうぞお立ち寄りください。噛んじゃった。よし、それじゃあその湧き水道に向かおう。東だね。じゃあ行きましょう。ここだね。洞窟の前に宝箱があるんだ。ほら、見えてんだよね、もう。どうやって行くんだろう、あの宝箱。ああ、いける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 。よかったよかった。まあ、これも宝の一つですね。イニシエの金貨を手に入れた。大丈夫かな？ここら辺にあったりしない？こんなにキーあるんだったらさ、どっかのキーに隠れててもおかしくねえんだよな。ここら辺にあったりしない？来た！おー、神秘的な音楽が流れてますね。確かに、霧が深い。さあ、そんな中、どんなモンスターが出てくるのか楽しみですね。頼もう！蹴散らすよ。温泉騒ぎ、温泉スピリット。 敵にも温泉なの？敵も温泉じゃねえかよ。
温泉スピリットっていうなんか嫌な名前しとんな。温泉スピリットって何？温泉サハギンって何？んで、サハギンが温泉なのか？温泉スピリットに効かなさそうなんだよな。こいつは物理殴った方がよさそう。えいやー、62、足払い。ファイアボール。火炎！普通にやってくんのか。火炎を普通に放ってくるか、サハギンを。まあ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 。えいやー。よし。あ、だいぶもらえるね。だいぶ飛び級でもらえるな。こんなにもらえるのか。うわー、温泉サーペント、電球クラゲ。温泉サーペントっていうか、かっぱっと見竜だけど。やばい、かっぱっと見竜が出てきた。で、電球クラゲはなんか麻痺にしてくるとかね、街の人の情報で聞いたんで、先にこっちをね、やっちゃいましょう。あ、あんまり耐久力がないんだね。しびれ針。毒液。あー、毒も厄介だな。毒も厄介っちゃ厄介だな。よし。えいやー、毒液。なるほど。状態異常使ってくるとき多いな、割と。で、状態異常はね、治らないんで、リフレッシュで回復してあげなきゃいけないんですよね。よし。だから、エクリエルがね、また MP を使うことになるんですけど、この青い薬が20回復って言ってるのにね、15しか回復してないんですよね。何？イベントがある。なんだろう。待って、宝もある。宝先取ってからでも遅くはないはず。で、イベントがあるぞ。なんだ？あの石怪しいな。そうだね。水に使ってるけどね。え？なんでそう思うの？まだ最新部って感じがしないのに先に進む道がないんだよ。え、ない？そうだったの？ここまで一本道だったもんね。俺っちも同じこと考えてた。リュメル、トレジャーハンターの素質あるで。ありがとう。本読んで予習してたからかな。リオン、ちょっとあの石像見てもらえへんか？うん、わかったよ。さあ、なんか書いてあんのかな？まだでもお宝、あ、石印スイッチがあるよ。それ押してみて。ポチッとな。あ、水が引くんじゃない？水が引いた！おお、階段が出てきたよ。やっぱりね。さあ、先へ進もう。先へ進む道がないってさっき言ってたからさ。ってことはさ、まだ、ここの階で回収してないお宝があるってことになっちゃうんだよね。こっちに行かないとダメだ。じゃあ。こっちにね、宝があるはずなんですよ。ありました。あれ？ 29 がない。28、29がないぞ。29がないことに今気づいてしまったな。こうなると、回収しに行かなくちゃいけないんだよね。自分の性格的に。だから回収しに戻ります。あったわ。あったわ。よかった、よかった。もう絶対こまめに見やんとね、見落としがあるからね。いや、もうで、全部回収したくなるんだよね、ちゃんと。ちゃんと全部回収したくなるのが佐賀ってもんですよ。邪魔だ！ん？エンターが2つある。こっち、左か、右か。いや、真ん中だっていうわけではないよ、いないようだけど。真ん中じゃない。左か右かどっちを選ぶかみたいになってるぞ。え、どっちがお宝、どっちがボスとかそういう系？じゃあ私は左を信じます。
ほう、左はまだエリアが続いているねえ。お宝もあるねえ。あのお宝をどう取りに行けばいいのかがわからない。多分右から行くんだと思うんだけど、下に降りる階段があるからそれ違うと思うんだよね。だから右からお宝を取りに行く感じになるんじゃないかな。え、宝箱が2つある。え、あ、こう言って、なんかさ、そろそろさ、ミミック出てきてもおかしくない？いきます。おー、こっちミミックか。おーなんかそろそろ出てきそうなんだよな、この手のこの手の RPG につきものでしょ。お宝を探してたらそいつ人食い箱でしたがミミックでしたとか言ってもおかしくはないからな、何にも。ああ、歌姫のネギっておい、ちょっと待って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 待ちな待ちな歌姫のネギってさあの人ですかあの人かな。あ、最新部ついたね。さあ、最新部についてお宝もね、36まで、ちょっと見づらいな、36、24から、25か。25から25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36。と、順当に集めてきたんで、これで大丈夫ですね。じゃあ、ボス戦行きましょうか。どんなボスが待ち構えているのか。強敵の気配がするな。進む。ここのボスって一体、何これはヒュドラだね。そんな冷静に分析しなくても。ヒュドラがなんでいるのよ。こいつがここの守護者ってことか。こいつ、今までと違って話す数字でちゃうで。来るよ。うわヒュドラというか、ヒドラというか。こいつ倒せばいいんだな。とりあえずこいつを倒せばいいんだな。ディフェンドから入って、エイヤー、攻撃、攻撃。相変わらずこの二人は攻撃なんだよ。リオンとクリムのね、火力は前と違ってだいぶ上がったから、マヒニナミ。あ、そんなんもしてくんの？でも行動は一回っぽいね。行動は一回で、多分特殊的な行動がまたある、こいつもあるはずだから、連続噛みつきとかね。なんかしそうだもん。連続噛みつきみたいな技してきてもおかしくないから。それに気をつけて。ディフェンドは、あ、ファイアボール効かねえ！リメルお前、お荷物だ！リメルお前、お荷物だぞ、今回。ファイアボールゼロだったぞ。リメル完全にお荷物なんで、お前ガードしとけよ、もう。じゃあ。もうお前ガードだ。ずっと。そうなるとお前肉壁になるしかなくなっちゃったんだよ、役割が。84。道具で60回復か。60回復。それやったらでもエクリエルで回復してあげた方がいいからな。ガードリア。平石になってもらおう、少しでも。305回復すんのか。結構回復すんな。ガード。リメルはね、多分ね、もうこの戦いついていきそうにないんで、ガードさせます、ひたすら。温泉派、源泉派が、いってー。ここでリメルのガードが生きてたわけよ。ここで連携で癒しの風だね。こういう時は。癒しの風、ガード、攻撃。癒しの風がね、あー強い！マヒニラミ。で、これで、ガードはもう今ディフェンド。エクエリルエイヤー、攻撃攻撃。よし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 。ダブルアタック、やっぱしてくるか。そのあたりの攻撃。
で、ガード、ヒール、戦闘が狙われやすいという、そういうシステムだったらよかったんだけどね。結構均等になってくるからね、みんな。ヒドラ弱ってる弱ってる弱ってる、でも。ヒールして、おたけび！スタンした。あー、大丈夫。デュメル、スタンしてもすぐも立ち直った。エイヤー、攻撃攻撃。トリプルアタック！道具、赤い薬スーパー、エクリエル、エイヤー、攻撃攻撃。オッケーいったデュミエルが完全に使えないっていう戦闘初めてだわ。まあ、ファイアボールゼロだったらしゃあないわな。コングラシュレーションズ、デュミエル、お前何もしてないリミエル何もしてないよまさかゼロとはね。あ、倒したらもうすぐに水脈のオブ手に入るタイプなんだこれが第四の島を出現させる鍵か。ねえ、源泉使った攻撃のせいでオイラたちびしょ濡れなんだけど、このまま船持ったら風邪ひいちゃうね。しゃあない、船戻る前にもっぺん温泉入りに行くで。戻ってまいりました。お帰りなさいませ。で、あららら、お召し物がびしょ濡れですね。乾かしておきますので、その間温泉に入って温まってください。ほう、ということは、あはははははは、一枚目先生、若干後ろにはお気をつけて、だから後ろって何なの、後ろって後ろって何はぁ、気持ちいいなぁ。やっぱ癒されるわ。デュミエル、どうした？あ、そうだね。折り返しになったね。もう半分以上の島を回ったんだな。そっか、もうそんなに回ってたんだ。次はどんな島だろうね。どんなところだろうと、次は今まで通りお宝を回収するだけさ。みんな頑張ろう。おー、さあ、気分もさっぱりして、服も変えたから、船戻るで。じゃあ、船戻る感じやね。そのまま、普通に。じゃあ、戻りますか。あれ、これさ、なんかあったりせえへん？あら、坊や、あたいの裸に興味があるのかい？おやおや、まだまだうーなやっちゃな。あ、ファントムいるやん。おや、遅かったですね。待ちくたびれましたよ。温泉に長く使っていたのでしょうか。別に俺様たちが何しようか勝ってやろう。ほれ、さっさと次の島を出現させんかい。やれやれ、人使いの荒いことで。では、水脈の応募をこちらへ。半分以上回ったね。四つ目だね。いよいよ。さあ、次はどんな島が出てくるんだろう。もう、水脈、確かに、あ、これ一番なんかしっくりくるな。え？あれが第四の島です。なんか雲を山が突き抜けとるけど、なんだあの山、めちゃくちゃ高いぞ。雲を突き抜けちゃってんね。うんうん、やっぱ同じ感想を言うよね。あれは天空への霊峰と呼ばれている山です。その頂上はまるで天空の塔に呼ばれるふさわしい場所ですよ。さすがにあそこにお宝があるってことかな。詳しいことは、ふもとに住む。あ、遊浴人たちに聞くとよろしいでしょう。ふもとにいるんだね。ふもとの塔に住む。なるほど。では、私はこの辺です。よし、それじゃあ第二の島に向かうで。お前ら出航やで、あいよいさーん。今回の島はオイラが偵察に行くまでもないね。そのようだね。島自体が小さいし、あるのも塔のあの山だけみたいだ。まずはあの塔に行けばいいのかな。塔もふもとって言ってたからね。塔にいる遊浴時に、ああ言うとったしな。とりあえず行ってみようか。よし、これで4つ目か。